皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。1年で一番暑い8月に入りました。暑い時は無理をせず水分をたくさんとって涼しい場所で過ごしてくださいね。さて今回私は長野県阿智村にある保養センター尾張旭園に来ています。ご覧ください、この山々。大自然に囲まれたここは尾張旭市と比べるとやはり少し涼しいように感じます。今回は夏のお出かけにおすすめな尾張旭園とその周辺をご紹介します。早速中にお邪魔しましょう。尾張旭園の中に入ってきました。今回ご案内いただく尾張旭園副支配人の小山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。小山さん、私初めてこちらにお邪魔したんですが、標高が高いせいか涼しくて気持ちのいいところですね。そうですね、尾張旭市と比べますと最高気温で3度ほど低いですし、湿度も低いですからね、涼しく感じると思います。統計ではこの100年間一度も熱帯夜になったことはないんですよ。そうなんですね。もう避暑地としてはもってこいですね。そうですね。あと一つ、この旭園のロビーの窓の外で寝ているツバメの姿が見られるんです。昨晩も50羽が木の枝先で眠る微笑ましい姿が見られました。尾張旭園はツバメの宿にもなっているんですね。こういった光景が見られるのは今の時期ならではですよね。はい、昨年8月末には70羽以上も集まり、9月の中旬頃まで見ることができました。ツバメにとっても非常にいい環境のようですね。鳥だけでなくてお客様にもどなたにも快適に過ごしていただくように、昨年旭園は客室の一部を改装しました。どちらのお部屋を改装されたんですか？はい、改装したお部屋は3部屋です。和室だったお部屋を洋室に改装しまして、ベッドを入れました。もちろんトイレも完備しています。車椅子でも楽に入れるように入り口は引き戸に、年配の方も含めどなたにもお気軽に泊まりいただけるお部屋になったんです。素敵ですね。お部屋で快適に過ごせる上に、小山さん、やはり昼神といえば温泉ですよね。はい、昼神温泉自慢の温泉は肌に優しいアルカリ性の温泉です。入っていただくと分かるんですが、温泉成分の効果でお肌がツルツルになります。別名美人の湯とも言われております。飲むこともでき、糖尿病や痛風、便秘に効果があるとされています。そうなんですね。体の中からも外からも美しくなれそうですね。そうですね。尾張旭園の温泉は長湯できるぬるめの湯船と、さっぱりと入っていただく厚めの温泉がありまして、またマッサージ効果のあるジェットバスも備えております。いや、温泉に泊まると何回でも入りたくなっちゃいますね。そうですね。そんな方にはもってこいのサービスが尾張旭園にはあるんです。チェックアウト後でもその日は無料で温泉に入っていただくことができます。観光やレジャーの後、温泉でさっぱりとした後お帰りいただけますよ。それは嬉しいサービスですね。温泉でさっぱりした後は食事も楽しみたいんですが、こちらではどんな食事が楽しめますか？はい、地元で採れた食材を使ったお料理を提供しております。料理長が旬やおすすめの食材を見極め仕入れますので、日ごとのメニューが変わっております。8月ですと地元の夏野菜がとても美味しい時期でございますので、そちらでご用意しております。その他にもオプションでお肉やソーセージ、信州産の夏野菜を熱々でお召し上がりいただく夏のスタミナグリルや、長野県産黒毛和牛の石焼き、鯉の旨煮などをお選びいただけます。あー、どれも美味しそうですね。旬の食材をいただけるっていうのも嬉しいポイントですね。小山さん、お部屋、温泉、お食事とご案内いただきましたが、この他に夏におすすめのレジャースポットはありますか？はい、岡城さん、尾張旭園の前の阿智川ご覧になりましたか？一度行ってみましょう。はい、お願いします。小山さん、阿智川にやってきましたが、本当に尾張旭園のすぐ目の前ですね。そうですね。濡れてもいい服装でお越しいただければすぐ遊ぶことができますよ。石や岩がゴロゴロしていますので靴もご用意ください。またこちらの阿智川では8月6日水曜日まで魚のつかみ取りも行っています。生きた魚に触る機会って少ないですからね、いい経験になりそうです。その他にはどんなイベントがありますか？はい、8月9日土曜日から16日土曜日まで昼神温泉郷夏祭りが毎日開催されます。盆踊りや抽選会のほか打ち上げ花火も行われますよ。
また周辺では夏の味覚として甘みが強いことが特徴の浪江高原のトウモロコシ狩りツアーやブルーベリー狩りもお楽しみいただくことができます。トウモロコシにブルーベリー、美味しそうですね。はい、実はここあちむらですが他にも名物がありまして、日本一番星が綺麗に見えるということで有名なんですよ。そうなんですね、はい、そんな星をもっと近くで見ていただくためにヘブンス園原ではナイトツアーを実施しています。もちろん尾張旭園でお申し込みいただけます。日本一とはすごいですね。どのぐらいの星が見られるのか想像がつきません。とても綺麗ですよ。今回ご紹介したオプションの料理やツアーなどの詳細は広報尾張旭、7月1日号と同時に配布したこちらのチラシをご覧くださいませ。はい、わかりました。小山さん、宿泊料やアクセス方法についても教えていただけますか。はい、宿泊料金は平日大人一室3名以上のご利用で一泊に食付き8050円です。お盆時期や休前日、夏季は料金が異なります。なお中学生以上の尾張旭市民の方は1000円または1500円の宿泊助成を、また尾張旭市内に在勤の方は500円の助成を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。先ほどご紹介いただいたお料理がついてこの料金というのはお安いですね。しかも助成制度を使えばもっとお得ですもんね。はい、そうですね。アクセス方法は尾張旭市から自家用車で中央自動車道を経由して約2時間です。また市民の方向けに尾張旭市民会館前から月におよそ15往復の無料バスを運行しています。運行日や時間等はお問い合わせください。わかりました。最後にお問い合わせ先を教えてください。はい、お問い合わせは尾張旭市保養センター尾張旭へ、電話番号0265-43-3180へお願いいたします。小山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いて尾張旭市からのお知らせやイベント情報をお届けする尾張旭ホットニュースです。市民文化祭参加者募集。毎年恒例の市民文化祭を11月2日日曜日から16日日曜日まで開催します。あなたも日頃の成果を披露してみませんか。詳しい日程はご覧の通りです。申し込み方法などの詳細は広報尾張旭8月1日号をご覧ください。申し込み問い合わせは市役所文化スポーツ課文化振興係、電話番号53-1144へお願いします。禁煙セミナー、イライラしないでタバコにバイバイ。今や禁煙は病院で治療する時代です。ストレスをためずに禁煙するコツやストレス解消法をお伝えします。開催日は9月7日日曜日午前10時から正午まで保健福祉センターのシアタールームで実施します。定員は先着50人、費用は無料です。参加をご希望される方は健康課へ電話か直接お申し込みください。申し込み問い合わせは保健福祉センター内健康課、電話番号55-6800へお願いします。駆け込み110番の家募集。市では誘拐、連れ去り、痴漢などの犯罪から子どもや女性を守るため緊急避難場所となる駆け込み110番の家の協力をお願いしています。ご協力いただける方には玄関などに貼っていただけるプレートをお渡しします。申し込み問い合わせは市役所市民活動課交通防犯係、電話番号76-8128へお願いします。皆さん、8月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか。8月15日号はご覧の内容を放送する予定です。それでは次回もお楽しみに。さようなら。